連盟、遥か昔より崩壊と戦う組織。その組織を支えるのは三つの一族。主教を司るアポカリプス一族、聖女を司るシャニアデ一族、騎士を司るカスラナ一族。天命組織を統御するアポカリプス一族は他の一族と違い、崩壊と戦える力を持っていなかった。崩壊に対抗できる力をその手に入れるため、1972年天命組織の主教アポカリプス一族の課長オットー・アポカリプスは秘密の計画を始めた。私が守るわ。ここはどこ？私は誰？実験体 A310 号誕生。実験成功。バイタルサイン正常。崩壊エネルギー適応度69 A310。それが私の名前？生まれてすぐに言葉を理解して喋れるのか。この実験体は他の実験体と違い、自分の名前を知りたがっている。まさか本当に自我意識を持っているのか。A310、もしこれから試練に耐えられたら僕の名前を教えてあげるよ。それと君にも名前をつけてあげる。私に名前？説明はここまでだ。覚えておけ。欲しいのなら戦って手に入れろ。まあ失敗したら全部失うけどね。君たちの中で生き残れるのは一人だけだ。はい。
実験体 A310 号戦車型崩壊銃を撃破、所要時間30秒、右腕が切断されただけで他に怪我はなし。お願い助けて、右の腕が先。まだ痛覚があるようだね。改良が必要かな。でも A310 腕なら回復してるだろ。回復？本当だ、右の腕が。それに少しずつ動かせるようにも。でも君の体には一体の上級崩壊獣の細胞が組み込まれているからね。崩壊獣の強い再生能力も君の体に受け継がれているのさ。だから私も一緒。違う、君は偉大なバルキリーの遺伝子を受け継ぎ、最高位の崩壊獣の力を融合した新世代の人類だよ。A1 と A2 型実験体には僕のカレンの DNA だけを組み込んだが、完成後5分で溶けて死んでしまった。今回の実験では融合型崩壊獣ビシルの細胞も組み込んだ。 A3 型実験体は肉体年齢が12歳になると肉体の成長が止まるが、培養槽の外でも生きられるようになった。1972年3月28日、